カブスワンソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州パームスプリングス出身。ジャクソンズ MMA 所属。メキシコ系アメリカ人の母親とスウェーデン系アメリカ人の父親の間に生まれる。生後3ヶ月にして、父親を失う。19歳の頃に、ブラジリアン柔術を始め、小児療療施設の仕事と両立させる。 2004年プロ総合格闘家デビュー。2007年3月24日、WEC 初参戦となった WEC26 で、トミー・リーと対戦し、1R ギロチンチョークで一本勝ち。2007年12月12日、WEC31 で、ジェンス・パルバーと対戦し、開始35秒で一本負け。2008年12月3日、WEC37 で、 高谷博之と対戦し、判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトに選ばれた。2009年6月7日、WEC41 で、ジョゼアルドと対戦し、飛び膝蹴りを受けて、開始8秒で TK を負け。2010年に WEC が UFC に統合され、スワンソンは UFC ライブ、サンチェス・ VS、キャンプマンでエリック国と対戦する予定であったが、 練習中の怪我により負傷欠場。国との対戦は UFC132 に延期されたがスワンソンが再び負傷欠場。結果的にスワンソンは1年間試合から遠ざかった。2011年11月12日、UFC 初戦となった UFC オンフォックス1でリカルド・ラマスと対戦。ニアールにギロチン・チョークを狙ったところを逆に片固めを極められ一本負け。 2012年9月22日、UFC152 で、チャールズ・オリベーラと対戦し、右フックで小勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトに選ばれ、3試合連続小勝ちとなった。2013年2月16日、UFC オン・フューエル・ TB7 でフェザー級ランキング7位の、ダスティン・ポイエイト大戦し、判定勝ち。2013年7月6日、 UFC162 でフェザー級ランキング6位のデニスシバーと対戦し、サンティコ勝ち。5連勝となり、試合後にはタイトル挑戦に意欲を見せた。シバー戦で追った肘の回復具合が思わしくなく、手術を受け、1年間のブランクを作った。2014年6月28日、およそ1年ぶりの試合となった UFC ファイトナイト、スワンソン VS、ステファンズで、 フェザー級ランキング11位のジェレミー・スティーブンスと対戦し、判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年11月22日、UFC ・ファイト・ナイト、エドガー VS、スワンソンで、フェザー級ランキング3位のフランク・エドガーと対戦し、5R 終了直前にリアネーキッド・チョークで1本負け、連勝は6でストップした。2015年4月18日、 UFC オンフォックス15でフェザー級ランキング9位のマックス・ホロウェイと対戦し、ギロチンチョークで一本負けを喫した。2016年4月16日、UFC オンフォックス19でフェザー級ランキング10位のハクラン・ディアスと対戦し、3から0の判定勝ち。2016年8月6日、UFC ファイトナイト、ロドリゲス VS。 カッセルスでフェザー級ランキング14位の川尻達也と対戦し3から0の判定勝ち。2016年12月10日 UFC206 でフェザー級ランキング11位のチェズホと対戦。ダウンの奪い合いとなる激戦を制し3例の判定勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。2017年4月22日 UFC ファイトナイトスワンソン VS ローボブでアルテムロボフと対戦し、3から0の判定勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。2017年12月9日、UFC ファイトナイト、スワンソン VS、オルテガで、フェザー級ランキング6位のブライアンオルテガと対戦し、ギロチンチョークで1本分け、ファイトオブザナイトを受賞した。2018年4月21日、UFC ファイトナイト、バーボーザ VS、リーで、 フェザー級ランキング3位のフランク・エドガーと3年半ぶりに再戦し、0から3の判定負け。2018年8月4日、UFC227 でフェザー級ランキング10位のヘナート・モイカノと対戦し、パンチでダウンを奪われてからのリアネーキドチョークで一本、負け。2019年5月4日、UFC ファイトナイト、ヤックイーンと VS、カウボーイで、 シェーン・ブルゴスと対戦し、一から二の判定負け、四連敗となった。二千十九年十月十二日、UFC ファイトナイト、ジョアンナ・ヴィエス、ウォーターソンでクロングレイシーと対戦し、三から零の判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。二千二十一年五月一日、UFC をン・イエス・ピレース・ヴ s プラホスカでフェザー級ランキング十四位のギガ、 近世と対戦し、左ミドルキックでダウンを奪われ、パウンドで1キコ負け。ありがとうございます。